主管教諭とは、校長、園長及び教頭を助け、これらからの命を受けて、公務、園務の一部を整理し、並びに、児童、生徒の教育、または、幼児の保育を司り、教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な、指導及び助言を行う、学校職員のことである。したがって、校長、教頭、主管教諭、指導教諭、 文章主任という序列化、文章等から独立して共頭直下に位置することが本来の立場である。2007年に改正された学校教育法により設,けられた任意設置の役職であり、任命権者によって任命されるが管理職ではない。学校を移動しても身分は変わらない。学校の実情に照らし必要があると認めるときは、幼児、児童、 生徒の養護を司る主管教諭及び栄養の指導及び管理を司る主管教諭を置くともできる。埼玉県の場合、平成20年度までは職名は教諭であり、給与や手当などの優遇措置はなかった。平成21年度より給与条例の改定があり、法給特二級が新設された。これにより新たな職として主管教諭が発令され、 今後は全権的に配置される。自治体によっては職務命令ができるなど、共有とは一線を画し、その職務に大きく期待しているところもある。いち早く主管共有制度を導入した東京都では、平成20年頃から選考の競争率が1.0から1.1倍程度と低迷しており、平成22年度から導入された管理職推薦による承認が大半を占めている。 学校によっては管理職が推薦しても非推薦者が誇示したりそもそも人材が不定しているなどの問題を抱えている。主管教諭は校長や副校長と同様に改正教育職員免許法に基づく教員免許更新制における免許条項進行集対象外である。学校教育法には規定がなかったが一部の地方公共団体では 教育委員会規則で定めていた。例えば、兵庫県においては、従来から主幹教諭を東京都においては、主幹を大阪府においては、主席を置いていた。ありがとうございます。